ものづくりの魅力は働いた最終として形として現れることです。目で見て手で触れることです。そしてその最終製品がお客様でご使用いただける喜びを感じられることです。またおすすめした書籍の著者、法政大学大学院の坂本教授は次のように言われています。人が幸せを感じるのは4つの場面がある。人に褒められること、人に必要とされること、人に喜ばれること、人に愛されること。この4つを得ることができるのは働くことによってのみ得られるのです。その4つを得られやすい環境づくりを求めて、当社は経営理念である素敵な会社を作りましょう、いつまでもどこまででも追求していきます。